こんにちは、塩見です。先日来ですね、ずっと鹿児島にいてですね、鹿児島のですね、市内ホテルいろいろ研究してですね、泊まってきました。でですね、皆さんに鹿児島の市内でホテル選ぶ時のポイントみたいなのを整理してお伝えしたいと思っております。それでは参ります。でですね、今回3つに分けて、紹介していきます。1つ目は鹿児島市内の概要についてですね、どんな都市になっているかということをご説明します。2つ目は選び方のポイントっていうのをちょっとご説明したいと思います。それで3つ目は具体的に泊まった3つのホテルのご紹介したいと思っております。はい、では1つ目です。鹿児島市内ってどんな感じなのかっていうと、ここに、まあ、地図を出そうと思ってますが、駅がですね、縦にこうなってるというか、鉄道がまあ縦にこうなっててですね、市内のどちらかといえば、西寄りですね、西寄りが鹿児島、中央駅という新幹線が、九州新幹線の最終の駅ですね、ここがまあ一つの中心部になります。まあ、それとですね、その横に、丘があります。これがですね、丘という丘、若干 100m ぐらいの山なんですが、城山公園とかですね、城山観光ホテルみたいなところがあってですね、ここが一つのポイントになると思います。とですね、あとは港を駅からですね、多分近いところで3キロ、遠いところで5、6キロぐらいあるかなと思います。気合い入れて歩けば歩けなくはないですけど、基本的にはバスかタクシーか、通ってる市電で移動。そんな都市構造になってるかと思います。ということでですね、宿泊先を選ぶときにですね、その駅と、もう一つ天文館という飲み屋街があるので、駅と天文館の間はそんなに遠くないです。1キロも離れてないような感じなので、ホテル選ぶ際にですね、中心地で選ぶのか、丘の上に行くのか、もしくは港沿いに行くのかというようなところで、選べるかと思っております。2つ目なんですけど、選び方のポイントです。実は丘の上って多分ホテル1つしかなくてですね、これが城山観光ホテルというホテルがあります。これ割とね、ビデオもら見てもらってる方は分かると思うんですけど、割とね高級感があります。高級感があるホテルでございます。こちらは地元の人たちが結婚式とかやってるようなホテルですね。高級感があるところを泊まりたかったらここ一押しでございます。ただ他のホテルに比べてやっぱり高いということがあります。これがデメリットとしてあろうかと思います。2つ目は、中心地に泊まると。中心地に泊まるって言ったらいっぱいホテルがあります。選択肢がありますが、鹿児島中央駅から天文館の間にホテルを乱立しておりますので、どれかのホテルに泊まればいいのかなと思います。どこも多分50歩100歩じゃないかなと思います。はい、ということで中心部に泊まれば便利で安くで泊まれるというメリットがあります。ただしまあリゾート感がない人がですね、駐車場代がやっぱりかかっちゃうと、車で行った場合そういう感じになろうかと思いますんで、選ぶ際にはですね、その辺を妥協して、中心街で、飲み歩くとか食べ歩くとかということができるかと思います。はい、で3つ目はですね、港付近です。僕が泊まったところのホテルもそうですけど、大浴場があってですね、都市の構造上東側に桜島が見えるんですね。で大浴場からだいたい港側で、そういう大浴場あったり、部屋があるところは桜島が一望できるというすごい感動的な、メリットがあろうかと思います。
それに、大体僕が行ったところもそうですけど、駐車場が無料で、止めれました、はい、ただデメリットとしては、遊びに行くというかですね、飲みに行くというところに市街地に行くのには割と手間がかかるというようなデメリットがあろうかと思います、はい。で、具体的なおすすめホテル3つですけど、まずその丘の上で泊まるとすれば、これ一択だと思います。鹿児島にあります、城山ホテル鹿児島っていうところですね。私が泊まった時に一番安いプランで、9295円1泊買っております。まあ、GoTo 使ってでございますが、大体通常であれば多分1万5000円前後ぐらいかなと思います。ただ、こちらを泊まるとですね、ご飯食べて、丘の上に上がるか、そこのホテルの中で、なんですかね、食事をするかっていう、まあ、その選択肢、もしくは、まあ、シャトルバスが出てるんで下まで降りるっていう手もあるんですが、なかなか面倒くさいっていう感じになりますんで、その辺一人で行くとね、ちょっと余談ですけど、一人で行くとですね、やっぱり7000、8000のね、なんか鍋とかですね、焼肉とかですね、やっぱりなんか寂しいなって感じがするんで、僕はやっぱりファミマでご飯買ってですね、ホテルで食べてましたが、そういった感じでですね、ご飯をどうするかっていうちょっと考えなくちゃいけないかなと思います。まあ、彼女と行くとかですね、家族で行くって言ったら、最高に楽しいホテルじゃないかなと思ったりします。はい。で、2つ目ですけど、僕が泊まったのはサンデイズイン鹿児島っていう、そういうホテルでございます。まあ、天文館の近くにあるんですが、まあ、ここはですね、まあ、可もなく不可もなくっていう感じでございます。3621円で泊まりました。はい。おそらくそれぐらいの値段で、普通のホテルっていうか東横インとかですね、ホッケホテルとか、多分スーパーホテルとか、多分アパホテルもあったかなっていうような感じで、選択肢はいろいろあろうかと思います。ということでですね、ホテル、天文館近く、天文館から、鹿児島中央駅の間にホテルに宿泊するっていうのも一つの手かなと思います。はい。で、3つ目なんですが、港の近くっていうか海沿いのホテルも何個かあろうかと思います。私が泊まったのは鹿児島サンロイヤルホテルというところです。まあ、鹿児島サンロイヤルホテルさんは、3900円で、泊まらせていただきました。ここでエコノミーシングル4階という形で4階だったんですけど、部屋からもですね、桜島が見えたりしました。これね、朝起きてですね、桜島がちょっとですねの横から太陽が上がってくるのを見るのはですね、結構感動的ですよね。はい。でですね、展望風呂が12階からにありまして、そこからも朝桜島を見ながらですね、一風呂浴びてですね、一日のスタートを切るという、まあ、結構いい感じのホテルでございます。というわけでですね、鹿児島市内のですね、ホテルの選び方のポイントとですね、おすすめホテル3つをですね、お伝えしました。何かの参考になれば嬉しいでございます。それではまた違う動画でもお会いしましょう。さようなら。 Shoot.